Space Monkeys TV。 ですね、本日ちょっとねやることがないので、まあこのルアーありますね、マイキー SP、マイキーサスペンドのリアルアユカラーの秘密について解説していきたいと思います。Welcome Space Monkeys TV へようこそ。さて、やっていきましょうか。ルアーレビュー。私が使うジャッカル、マイキー SP の秘密。それでは、謎解いていきましょうか。まず、マイキー SP、マイキーサスペンド。これ、なんですけど、SP って何？マイキーのね、サスペンドの意味をとって SP。この SP っていうのは、サスペンドというのは、これ本当はね、マイキーっていうのは非常に浮力が高くて回性能が高いルアーなんですけど、まあ巻いてくるとグリグリ動いて、止めるとふーっと浮いて、またスタート潜って、ふーっと浮くタイプなんですけど、それをフローティングタイプって言うんですけど、サスペンドタイプっていうのは、巻くと水中に留まっちゃうんですよ。浮かない。まあ、基本的に言うならば、ゆっくり沈んでいくのを続けるか、もしくはゆっくり上がっていく。タイプのものをサスペンドと言います。落ちていくのをスローシンキング、もしくはスローフローティングモデルなんかとも言いますね。まあ、特徴を出して総称してサスペンドモデルというのが SP になりますと。さあ、このサスペンドモデル、どこで手に入れるの？これね、店頭販売あんまりしてないと思う。むしろ、インターネットとかで探してみると、マイキーサスペンド販売なんていうと、オークションか、もしくは、まあ、そういったインターネット個人販売の方が売ってるか、もしくはね、ジャッカルのホームページに飛ぶと思うんですよ。で、私はその当時、私はね、すごい、ルアーの収集癖があった当時は、ジャッカルのホームページで購入したものがマイキーの SP サスペンドになります。私はホームページから購入しましたね。ただその時ね、購入販売はされてるんですけど、今はどうかちょっとわからない。もしかしたらニューカラーが出てるかもしれない。今見てないです、正直言って。その当時買ったのがこのね、リアルカラーのアユマイキーサスペンド SP になります。で、これ実はね、かなり投げ倒したんで、ですね、傷すごいです。このね、フックが擦れるこの傷ですよ。傷リング。ここにもついてますね。で、こちらの秘密なんですけど、ある特殊なチューニングをしています。前ね、前回のなんかの動画で、これを見た瞬間にチューニングが分かった人は相当なマイキーフリークか、ルアーに精通してる人だね、なんていうことで話したんですけど、やっぱ見抜かれてしまったところはあります。これ、実は、言ったらね、ちょっと河口湖の知り合いのバサーに怒られるかもしんないな、アングラーに。これ実はね、ある場所のあるサイズが違うんです。あるサイズが違うんです。それを変えるだけで非常にね、タイトなウォブリングになることが判明しました。で、特に、ローリングか。ウォブリングじゃないな。ウォブリングっていうのは横にブルブルいくことだね。こういう感じで。ローリングっていうのはこういう風な回ることだな、タイトに。そのローリングを強くする理由っていうのは、河口湖ってやっぱクリアレイクなんで、非常にこういったね、大きいブリブリした動きだと魚が警戒してしまう。逆に言うと縦に走る追い川とか、毛が飛んでました。縦に走る追い川とか、もしくはね、スピードの速いね、波数なんかが多いんで、こういった動きより、こういった明滅を伴うね、このローリングの動きっていうのが強くなってくるんですよ。それに反応するバスが多いんで、マイキーをそういった形でね、チューニングしてあげるっていうのがやっぱり釣れる理由になります。私がね、実は夏に爆釣してたマイキー、そのチューニング、ちょっとしてあった。それが肝だった。で、最近さらに、そのチューニングを加速させてくれたのが、まあ、Facebook でもね、河口湖で、バカ釣りしてる、凄腕アングラーがおりまして、ロコアングラー。それがね、まあ、通称、テル君って言われる方なんですけど、まあ、私の動画を見てくだされば、サンズさんとテル君と私でね、釣りに行った動画。あれに出てます、テル君。
Facebook でもねかなり有名な方なんですけど、あの人が最終的にチューニングの要素を教えてくれたんですが、公開しないでって言われたんですよ。来年あたりは俺が公開するからしたんですけど、まあちゃんとしたものは公開しない、ヒントは公開した。だからテル君これ見てたらごめんね、先に言っちゃったかもしれない。でもう一つの秘密はリップにあるんです。これ本当はね、このリップ普通のマイキーのリップなんですけど、まあこれ秘密というか、隠し通したいことなんですけど、このリップも若干ちょっと違うんです。それは教えない。見てくれ、これでわかる人いるかな、これでわかる人いるかな。はい、なんか今日の動画いやらしいな。うん、俺そういうキャラじゃないんだけどね、バンバン喋っちゃうんだよ本当は。喋り出すと止まんない人間だからね、っていう秘密のチューニングをしています。なので全貌を明らかにするというか、見て見てください、見て自分でヒントを得てください。そして今日ちょっとやりたいのは、ちょっとこのリアルアルカヤ、あ、リアルアユカラーをシーラカンスカラーに変えようと思います。それではやっていきましょう。はい、こいつをね、私のいつも使っておりますシーラカンスカラーのね、タミヤのこのスプレーを使ってこいつをシーラカンスカラーに変えていきたいと思います。ですね、カラーリングのね動画はあげません。これはねシークレットなんで、いきなり出来上がったのポンって持ってきます。お待ちください。それでは行きましょう。はい、できました。マイキーシーラカンスカラーに仕上がりましたよ。こんな感じですね。さあ、シーラカンスカラー、金ベースの、ブルーメタリックブルーを叩き込んだカラーですね。頭の方はちょっと青っぽくして、上の方も青っぽく、尻尾はね、かなりね、ブルーが強く仕上げましたと。で、あとお腹の面はね、よく明滅を起こすために、金ベースにしています。これがシーラカンスカラーのベースカラーなんですよね、私の。ちなみに今までルアーをリファインしてシーラカンスカラーに仕上げたものは、レベルバイブ、そしてレベルスピン、で、あとはベビーグリフィン、グリフォンか、ベビーグリ、そして、今、このね、マイキー SP の方をシーラカンスカラーに仕上げました。シーラカンスカラーって僕のオリジナルでただ言ってるだけであって、そういうカラーじゃないですかね。僕がオリジナルに手掛けたルアーのカラーのことをシーラカンスカラーと言います。特にこの金ベースの青ブルメタにしたやつですね。で、今までジンクス的にね、シーラカンスカラーに仕上げたルアー、釣れてはロスト、釣れてはロストしています。特にレベル5なんて何もしないままロストしたし。で、レベルスピンは合わせ切れ。で、グリフィンの方はまだ使ってません。次はマイキーをそれにしました。こいつにね、ヒットして、デカバスがヒットして、ガーンと持ち上げる瞬間をみんなにね、この冬から春にかけてお見せできるんじゃないかなと思って、やってみたいと思います。それでは今日はね、どうでもいい動画になりましたが、マイキー SP の秘密と、リファイン、カラーリファイン、やってみました。それでは、また次の動画で会いましょう。エンジョイ YouTuber の、こいつの秘密と、デカバスを釣るための、カラーリファインやってみました。バイ。